カンナです。明けましておめでとうございます。YouTube は最近全然やってなかったんですけど、一応動画を撮ろうということで、お兄ちゃんもいないけど撮ってます。皆さん明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。なんですけど、もう特に喋ることないんで、撮影ね、協力もしてくれないし、この人たちもなんか一人で喋るのは苦手なので、今日ね、この間、今日は喋ることが別に特にないので、明けましておめでとうなんですけど、企画にしちゃうと思います。いいですか、お兄ちゃん。でですね、この間 IKEA に行ったんです、ブラッドで。可愛いソファーを見つけてしまって、なんかソファー買い替えようかなって思ってたんですけど、本当ね、急にね、ソファー買っちゃったんですよ、自分。なぜか。で、買っちゃったのは良くて、よし、じゃあ持って帰って組み立てようと思って、ね、このね、でっかいのを全部車に入れようとしたら、まあ、入んなかったんだよね。それもびっくりだよね。で、まさかの入らないということで、今日配送していただきました。でね、それもね、組み立ててもらえばいいんですけど、なんかちょっと自分で組み立てたいなとか思っちゃって、なんで今日は組み立てるのをちょっと動画にしてみたいと思います。でですね、今日の協力助っ人2人いるんで、まあ後から、ね、出てくると思うんですけど、お楽しみに。女子3人でちょっと作っていきたいと思います。まあ、どういう動画になるかわかんないけど、 IKEA のソファー組み立てます。では頑張ります。絶対に成功させようね。よし。助っ人担当することになりました。ちょっと不細工だから絶対使ってほしくない。つっかえ。つっかうな。じゃあまず、開けろ。開けよう。全部。ね、開けろだって、ママ。すべてを開けます。これは多分なんかまだな気がするんだけど。じゃあ、オープン。オープンだ。おっちょ。サザエさん。うわぁ。あれ、あった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 、説明書。よし。あ、あ、これね、あれね。でまずこれから作ろう。なんか2つあるのを、それをこうくっつければいいやつなの。よくわかんないけど、だからでまずこれから作ろう、ってことは今度下のやつを一回どかした方がいいかもしれないから、上担当して。うわっ。まずはこれこう置いてみて。膝気をつけてくれる？ありがとう。ありがとう。これを、何これは？これを一回外して。本当に？先生呼ぶ？先生。せーの、みんなで呼ぼう。せーの、先生。ねえ、うざいやついてどうしよう。呼ばなきゃよかった。これって一回外すことある？ここだよ、これだ。違くね。違くね。じゃあ一回やってみよう。そしたらカバーを、何の？カバー一旦脱げなくていいから、そしてこれで完成です。イエーイ。逆
確認してみよう。これをこれをこうして、あとはこれクッションだ。あ、ここの、お、座ってみて。できたー。まだまだあるよ。かわいいよ。でもこれ、どうもカンナです。いいと思う、すごく。じゃあこの調子でもう一個やってみましょう。では皆さんお楽しみに。なんか無言でやっちゃったけど大丈夫かな、うん、じゃあカイト君に報告しよう。マチパしたんだ。マチパしました。かわいい、カイト。これで編集もはかどりますよ、うん、やおに。はい、クッション開ける係お願いします。せーせーせーせしない。大丈夫で。え、これなんだ、なんでここなんだ。言わないの。ねえ、あ、嫌な予感したの当たってたね。ごめん、マジで。兄弟はね、本当にみんな性格違うもんね。うん。マジでカンナが一番いいやつだと思う。そうかもしれない。一番いいやつ。朝倉兄弟で一番いいやつ。いや、すぐるかな。え、カンナ。いいやつ？うん、そうだよ。でも、お姉ちゃんとしていいよ。できちゃったよ。どうしよう。もう完成です。もうこれ入れたら完成。やっぱ私たちって最強なんじゃう。私は最強。でも一番格闘技に向いてるのはあのタックだよ。あ、ありがとう。ねえ、お母さん、うん、2番目はお兄ちゃんだと思う。え、カイトなの？兄ちゃん向いてない？すぐ切れるじゃん。カイトですぐ切れる？切れるっていうか、なんか自分が違うと思ったことははっきり意外と言うじゃん。うん、確かに。でもそれはなんか自分より偉い人だったとしても多分そういうタイプ。カンナは言わない、言えない、そういう。って言ってなんかとりあえず受け流すタイプ。ちょっとさ、大変。座ってみよう。座ろうぜ。ここが私のアナザースカイ。あー、これ自分たちで作ったら気持ちいいね。うん、今日ここで寝る。絶対絶対寝ないよ。ここで寝る。もう完成しちゃうとね。うん、なんだか、そうじゃん。しかもめっちゃ良くない？うん。じゃあ完成ということで。はい、じゃあどうでしたか今日の。とても疲れましたですけど、私の信用できるお姉ちゃんと一緒にできて幸せです。はい、え、じゃあもう一回言う。私たち、うん、兄ちゃん、待ちたしました。こんな感じで完成いたしました。私たちの、うん、私のソファー。え、今のお気持ちは。
やっぱり苦労してこう手に入れるものほど気持ちいいものはありません、うん、はい、その通り。だからやっぱりお金を払って組み立ててもらうのもいいと思うんですけど、うん、あのやっぱりあのこうやって自分たちで苦労して作ったソファーこそやっぱ、うん、いいものということで美しい好きということですね。かわちいそしてこのソファーとてもかわちいはい、そういうわけで皆さん今年もよろしくお願いします。今年はこのソファーで、たくさんくつろぎたいと思います。バイバイ。あざした、あざした。ピー、いや、聞いて消えてなかった消せ押してんのよ。消せ消して消せややばい消えた消えない